本コンは2011年3月9日にスマイルブームより配信された任天堂ダシーウェア開発については北海道札幌市に所在するジョダウン、スマイルブーム、ロケットスタジオの3社による共同開発。バージョンアップ版であるプチコン無キーについても記述する。マイクロソフト Windows が台頭してくる前、1980年代の 低価格帯ホビーパソコン8ビットパソコンを再現した仕様となっている。以下、用語は原則として、プチコン取扱説明書による。スマイラペーシックという独自のベーシックが内蔵されており、ゲームなどのプログラムを自作できる。プログラムはダシー本体のメモリに保存され、ワイヤレス通信でデータのやり取りが可能であるが、セキュリティの都合上 SD、 メモリーカード等を介した不特定者間でのやり取りには期待を。なお当時のパソコンはカセットテープから P ガガガと聞こえる録音でプログラムデータをやり取りしていたがプチコンではそうした音をマイクで認識する方法も検討されていた。データのセーブロードを行うときはこのオマージュとも言える P がオンが鳴る。サンプルプログラムや画像作成ツール。 サンプルゲームも内蔵されている。これらは自作したプログラム同様に読み込んで、欄命令で実行するが、ファイルズ命令でも表示されない、デリート命令で消せないという特徴を持つ。当時のパソコンを意識したレトロなベーシックであるが、プログラム実行のために使える、メモリ容量が1048,576バイトで、あったりと当時よりはかなり高性能のスペックを持っている。 この他に十字ボタンやタッチパネルの入力情報も取得できる。ベーシックでゲームを作る場合、当時のパソコンでは処理速度に難があり、当時コンピュータゲームの主流であったアーケードゲームと同等の速度をベーシックで再現することは不可能であったが、プチコンにおいてはこれを容易にこなし、ファミリーコンピュータと同程度のゲームを作ることも可能である。コマンドなどの 主な特徴は以下の通りで一部においては当時のパソコンでなく現代の仕様をあえて取り入れプログラミングの負担軽減を図っている編集モード当時のパソコンでは行番号プログラム入力と行番号プログラム実行及び行番号なしプログラム実行が同じ画面だったがプチコンでは前者を編集モード後者を実行モードとして画面を切り替えている 編集モードの左に出ている番号は1から自動的に並んでおり、現代のパソコンのテキストエディタと実質的に変わらない。編集モードで副写、貼り付け、削除も1行単位で可能。ジャンプ先、指定当時のパソコンではプログラムを打ち込むユーザが行番号を指定していたが、プチコンでは全て頭に、を関するラベルに統一されている。 if 命令による条件判断代入は、イコールだが、a と b が同じは、イコールでなく、イコールイコール、a と b が違うは、でなく、イコールとなる。これは、c 言語と同じである。また、if 文に else 文記は存在しない。画面表示命令一般的なベーシック言語では、命令文で、を入力すると、プリントに自動変換されるが、プチコンでは、 もプリントもそのまま表示が保たれ、どちらも画面表示命令として機能する。サウンド機能2種類に対別できる。当時のパソコンの MML 方式と DS のサウンド方式に差がありすぎ、現代型ソフト1本分の機能が必要になるため、こうした仕様になったとのこと。無事エンプラ命令はあらかじめプリセットされている BGM30 曲から選択する。 一度実行するとエンドレス再生されるがゲームにおける特定場面用に短時間演奏のみで自動終了するブリッジ式の BGM も3種類収録。もう一方のビープ命令は当時のパソコンでは単なるビープ音を出すだけであったが本機ではゲームによく使われるフィーチャーに合わせた70種類の効果音を実装。ブリッジ式 BGM 並みに長い音も存在する。 周波数16,384段、音量128段、パンポッ百128段を操作可能で当時のパソコンのミュージック命令やプレイ命令以上の MML 並みの機能を持つ。その他プチコンの画面構成コンソール画面いわゆる文字、表示画面。当時のパソコンは横40行縦25文字、ついで3 0 2十6が多かったが、プチコンは 両者の中間的とも言える 32-24? フォントを書き換えることにより、MZ-80 シリーズ、JR シリーズなどと同じキャラクターグラフィックや、PCG 機能も実現できる。BG 画面のレイアウトユーザー用、BG 面ユーザー用 BG 面、BG の前と奥は、機能的には、全く同じで BG 用キャラクターを並べて表示できる。仮想的に、 キャラクター数で、重央64個分の広さを持っており、オフセット指定で、その一部分を画面に表示するようになっている。端と端がつながっているため、無限スクロールが可能。グラフィック面横256ドット縦192ドット上下2ページ。グラフィック描画命令で、表示範囲を外れた座標を指定しても、エラーメッセージは出ず。 画面に映らない状態で正常処理される。グラフィック表示の命令文はすべて頭に G が冠されている。また括弧は関数のみに使われ、グラフィック命令の座標指定には使われない規則になっている。例えばグラフィックで線を引く命令は、当時のパソコンでは LINE などと記述したが、プチコンは l i n e x 一 y 一 x 二 y 二と記述する。 またカラーは16色表示可能だが、コンソールとグラフィックでカラーコード値の対応が大小逆になっている。背景色単色の背景色を指定できる。プチコン向ーは2012年3月14日に任天堂、t e ーウェアとして発売されたバージョンアップ版。バージョン表記はバージョン2.0となっている。初代プチコンとは上位互換性があり、以下の機能が追加。 拡張された。ホームメニュー初代、プチコンではソフトを起動すると実行画面が表示されたが、プチコン無キーでは、ホームメニューが新設された。プログラム過半性プログラム編集機能の拡張音楽、発声機能の追加、拡張、スプライト機能の拡張その他プチコン無キーに関するカテゴリー。ありがとうございます。